Thank you.
拝見していた世界ですごい光栄です。こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃいい香りがなんかししました。ありがとうございます。すいません。ちょっとうまくできてるか不安だけど。楽しみです。食べましょう。いただきます。いただきます。食べちゃったけど。すごい夢のお仕事というか、 なかなかなりたくてもどうやってなったらいいんだろうみたいな風に思ってる方多いかなと思って、何きっかけにフォトグラファーになろうと思ったのかなとかっていうのを、なんかモロンモンさんとはその、ね、ルミネのお仕事とかで撮っていただいたりとか、私ももともとずっとファンで見立ててもらってるけど、なんで意外とその根本とかをお話したことないなと思って、はい、確かにないですね。ちょっと聞いてみたいなと思って。ありがとうございます。そうですね、フォトグラファーになろうと思ったきっかけ、なんかでもあんまり私の場合はフォトグラファーに絶対なりたいって思って今までなんかこうキャリアを考えてきたわけではなく、気づいたら慣れてたっていう方がちょっと正しくって、でも多分そもそもの本当
当に最初のきっかけは、学生時代に私の友人が、友人で一眼レフを持ってる子がいたんですよ。で、その子が撮った写真が、なんか同じ場所にいるのに、なんでこんなに幻想的で綺麗なんだろう、どうやったらこれが撮れるのっていうのが、最初の、一番最初の原体験としてあって、そこがきっかけで自分も写真やってみたいなっていうのが一番最初でした。高校生の時が始まり。そうですね、高校生くらい、こういう写真って本当にどうやって撮ってんだろうっていうのから、カメラを、当時も本当にちっちゃいペンタックスの、やっぱり入りはペンタックスなんです。見た目が可愛い、確かに可愛い球体っていうカメラが当時あったんですけど、それを使ったのが一番最初のきっかけですかね。趣味として始まったっていう感じなんですね。そうです、そうです。なんか本当写真が好き、カメラが好きっていうよりも、本当になんか、まあ、友達とどこかお出かけするのが好きっていうのが先にあって、写真を撮ってインスタに載せていったら、そのお出かけ系のお仕事をだんだんいただけるようになって、じゃあ始まりは趣味だったけど、まあ、それがこうインスタグラムとか SNS を通して、まあ不意に仕事が来るようになった。そうですね、なんか意図はしてなかったんですけど、趣味で自分の写真アルバムみたいにインスタグラムに写真を載っけていったら、それを見てくださった方が、じゃあここ行ってこれ撮ってきてくださいとか、なんかこのフード撮ってくださいとかっていうのをいただけるようになりました。 SNS のおかげで写真のお仕事いただけるようになりました。なるほど、なるほど。やっぱりその好きなこととかをやっぱり続けて形にしていれば、パッと発信していれば、なんかこういろいろ可能性が広がることもあるっていう感じなんですかね、意図せず。そうですね、それは間違いないですね。好きなお仕事のところで言うなら、私は学生時代から写真を趣味でやって、ちょこちょこお仕事もいただけるようになってたんですが、会社員を何年くらいしたんだろう、5、6年とかしてたのかしら。そうなんですね。で、1社目が写真の会社で営業とディレクターをしていたのと、クリエイターさんの育成、写真をみんなのスキルアップするための育成みたいなことをやってました。なのでフォトグラファーで仕事してたっていうよりは、メーカーさん、企業さんからお仕事を受注いただいて、それを自分がこのチェリーパイを誰だったら綺麗に撮って納品してくれるかな、あ、A さんとか最近フードすごい素敵だから A さんにお願いしようみたいな、お仕事をクリエイターさん、フォトグラファーさんにお願いする立場だった時が結構数年間あって、いわゆるキャスティングのお仕事っていう感じですかね。そうですね、が分かりやすいと思うんですね。そう、だから自分自身お仕事をお願いさせていただく立場として、じゃあ逆になんで A さんが選ばれたのか、A さんは色使いが綺麗なフードを撮るのが得意な人、でも B さんはデフードでもかっこよく撮るのが得意だなみたいな、やっぱ A さんといえばこれ、 B さんといえばこれっていうブランディングがしっかりできてる人、なるほど、ブランディングというか世界観がある人ですかね、がやっぱ自分もお仕事振りやすかったから、自分自身も当時は旅のブランディングをして、トラベルフォトグラファーって結構その時は習ったりしてます。なので何かは、悩んでいる方にアドバイスするとしたら、まず一つは自分といえばこれみたいな何かを作ることと、SNS 発信を恐れずに、そうですよね、なんかハードル上げずに、どうしてもやっぱ一歩踏み出すのが怖いって人が多いですよね。なんかプライベートの問題とかもやっぱあるじゃないですか。そうですね、ありますね。そういうのにはあんまり抵抗最初なく、 SNS は一番最初は、こんな世の中にそんなつながってると思わなかったので、本当に友達、もしくは友達に友達に自分の世界を発信するくらい、シェアするくらいの感覚で、ミクシー感覚なのかな。本当にそんな感じです。アラサー世代とかアラフォー世代からしてたミクシーの感覚なのかな。
その、まあ、お仕事をじゃあつながってきて、もうこれで行こうって思ったきっかけとかってあるんですか？きっかけ ありますで、2つ多分その時思ったポイントがあって、うん、1つ目が当時写真の会社から転職してケーキを販売する、うん会社でマーケティングや広報をさせていただいていたんですが、うん、それはそれでプロダクトは本当にも素敵だし、うん、チームメンバーも素敵だし、うん、会社のビジョンも本当に素敵だったんですけど、うん、ありがたいことにフォトグラファーとして今までの過去の自分に比べたら大きなお仕事をいただく機会がまず増えたのと、二つ目が同じ一日仕事をするってなった時に果たしてその時の会社のお仕事を一日するのと自分が今まで好きでやってきた10年くらい好きでやってきた写真をやるのとどっちが自分のモチベーション度が高いかなって思った時に私は写真だったっていう、その2つがきっかけですかね。なるほど。でもそれもきっとなんか一歩踏み出してなかったらもう叶わなかったっていうか、なんかそういう風な活動をしてみたいなとか思ってはいたものの、ただ一歩踏み出すのが怖いなとか、いや私にできるかなとかっていうやっぱ不安が降りかかってきて、うん明日にしようみたいな明日考えようっていうのがもう何年も続いてチャレンジできないっていう方がすごい多いと思って、今のもし悩みに回答するとしたら、なんか人が変わるのって時間と場所となんか周りの人みたいなのがありますよね。例えば私が今までフォトグラファーとしてやってきました、でも YouTube をもうちょっと頑張ってみたい、でも周りで YouTube やってる人あんまりいないっていう時に、まずはやっぱそういうのをやってる人にいっぱい会ってみようと思っていろんな方に会っていって、でそういう自己発信といいますか YouTube を頑張ってる人の友達を増やしたら自分のモチベーションも自然と上がって頑張ろうみたいな、やっぱそういう悩みみんな持ってるよねみたいな、っていう友達という部分で環境を変えることによって自分のマインドも変えられたかもです。なるほど、なるほどですね。すごいいいお話ですね。なんかその自分でなんかこう切り替えたりとか、さ継続してなんか勉強したりとかって結構ガソリン切れになっちゃうことってすごい多いと思うんですよね。多分視聴者の皆さんもそういう方多いんじゃないかなと思うんです。で会うのがハードル高かったら、なんか最近ね皆さんこう本を出されてる方とかも多いし、コミュニティやられてる人とかも、ね、結構多いから、なんかそういうところにちょっとまずは、ね、確かに悲しずかも見るみたいな、いや本当に便利な時代になりましたよね。でも私がその写真始めた時になんてもうこんな分かりやすい YouTube 動画なんてなかったです。そうですよね。いやそれは私も分かります。ちゃんとした写真が撮れても、うん、おしゃれな写真が撮れないっていう悩みとかもあると思うんですけど、そういうのってこうどうセンスを磨かれて、自分の現在のステータスと自分が撮りたいイメージのギャップは何かっていうのを考えるようにいつもしてます。なるほど、ギャップ。そう、例えばじゃあ今の私の写真ってなんでおしゃれじゃないんだろう、なんでこう魅力的じゃないんだろう、でも私が好きなそれこそじゃあニコさんの写真だったら、なんかもうグラスとかがまず違うとか、光の使い方、色使いが違うとか、なんかなんで自分がその目指しているものがいいと思うのかっていうのをいっぱい要素を言語化してみる。で、じゃあそれをもしかしたらこれを一つずつクリアしたら近づくことができるかもしれないっていうふうに、目指しているものだけ足りない要素を分解してこう達成していくみたいな。なるほどなるほど。じゃあ課題を一個一個可視化してそれをまあ粒で考えてクリアにしていくっていう、なんかもう写真だけじゃないんですね。なんかもう目標達成とかにも言えることですよね。もうこう、なるほど。松竹梅でこうなんかね、小さく、目標を作るみたいな。深いわ。じゃあそんな、うまい写真の撮り方とか、ちょっと素敵なテーブルコーディネートとかから、まあ、もし写真にね、チャレンジしたいっていう方とかは、
ボロノさんもチャンネル急に無理やりだったかな。ありがとうございます。コラボの動画も上がってるのでそちらもぜひチェックしてみてください。私の動画ではニコさんがテーブルフォトを撮影するときに何を心がけてスタイリングしているのか、小物選びとかを伺わせていただいたので、はい、ぜひそっちもチェックしてみてください、はい。深い話もあるので今日は、動画はここまでこの後ジャストークということで今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、視聴者の皆さんもちょっと目標達成とかフォトグラファーになりたい方とかいらしたらちょっと今のお話とかモロノさんのチャンネルを参考にしてみてください見てください、はい、ではまたお会いしましょう。